る。ありがとう、ありがとう、たくさんのチンさん、ありがとうございます。スマの T シャツ買い、やったー嬉しい。でも販売はもうちょっとあったかな、確か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 。スモアティ可愛すぎて切れるか心配。切れるよ、買うしかーってぜひゲットしてください。なんか顔めっちゃ飛んでるね、なんでだろう。これでいいかありがとうね、すごいたくさんのチンアナゴをゲットできて嬉しいですアイドルエッセンスの、アイドルエッセンス公演の予約期間は明日の朝10時からなんです。劇場では8月下旬販売だって。おお、なるほど、予約販売だよねって。絶対買います、絶対ゲットしてください、嬉しい。そう、これ結構みんなで意見を出し合いながらデザインとかも決めたんですけど、でもなんか私がすごい最後の最後までこだわってしまって、なんか途中多分デザイナーさんの人とバトルみたいにやってたと思うの、でもなんかどうかな、大丈夫かなスマー T シャツ色めっちゃ可愛いって、嬉しい、ありがとう。スマーの衣装みたいね。そうなんですよ、スマーの衣装をモチーフに作りました、はい、こだわり強めって、はい、そうなんです。まとったの、まとったわけじゃないと思うんですけどなんかスマーのそのグッズのデザイン的にはなんかなんだろうな、リボン文字って言ったらいいのかな、リボンみたいな字体でスモアって書いてもろてそれでその周りにそのスモアアイドルエッセンス公演の衣装みたいな風にこう衣装がね、ここにいろいろなんだろう、マグカップだったりとか唇だったりとかスプーンとかがいろいろついてるんですけど、それをこう周りに同じ衣装を着てるような気分になってもらえるようにしたいなと思っていろいろ並べたんですけど、その文字のスモアの文字の大きさとそのイラストの配置だったりとか、なんか大きさだったりとか色味だったりとかが全然噛み合わなくて、スタッフさんとそうなの、もう本当に全然スタッフさんとなんか私の伝えたいことが全然噛み合わなくって、もう3回くらいやり取りしたんですけど、なんか次でもう決めたいですみたいに言われて、でもなんで伝わらないんですか、私はこんなにも伝えてるのにって、うーって泣きながら一生懸命文字起こししましたどのくらいそれが伝わってたかちょっと分かんないんですけど、でもバトってはないよ、全然バトってないよ、私が一人でうーって勝手になっただけだから。そして噛み合った結果が素敵なものに、なんか私はまだもうちょっと修正が本当はかけたかった気もしないでもないような気もするんですけど、でもまあ結果的に良かったと思います、はいもっと甘々な感じかと思ってた。あら、本当？なんかね、もう最初からT シャツの地の色は水色ってなんかみんなの中でこうみんなの意見がこうスッと一致して、そう最初からねそこに迷いはなかったんだよね。
ね、なんで水色かっていうと、そのアイドルエッセンス公演の衣装、ちょっと写真出してみよう。ちょっと写真を出してみるね。自分の写真でちょっと申し訳ないんですけど、どれが分かりやすいかな、ちょっと。なんか、うちょ、じゃん、ここにワンポイントで水色のギンガムチェックの柄が入ってるんですよ。そう、そうなの。なんか一人一人のスカートの色は違うんですけど、水色のギンガムチェックのエプロンだったりとか、ワンポイントの色はみんな統一されてるので、だから、はい、だからそこで、みんなにグッズもね、みんなお揃い、見てくれる人もみんなお揃いになってもらえたらいいなって思ってそれで、水色のギンガムチェックを主体として、はい、作りました。いいね、よきよき。ギンガムチェック、ゆうこさん、確かに。ギンガムチェックサイズ展開が嬉しい、イエーイ。これは買うしかね、ゲットしてね。ゲットしてください、お願いします。ギンガムチェック大好き、かわいい、かわいいよね。ちょっと男性のファンの皆さんがどう思われるかはちょっとそこが不安だったんですけど、でもスモアの世界観というか、なんだろうな、スモアの雰囲気を大切にしたかったので、ユニット公演ということで、なので、なんだろう、着やすさとかはちょっと考慮できず、はい、男の子だけど買います。嬉しい、ありがとう。問題ない、嬉しい、ありがとう。大丈夫、僕似合うからおじさんもいけますよね。おじさんもいけます。7着買って毎日着ますね。あ、嬉しい。でもなんか1着はもう気持ち待ったら私の生誕 T 販売の時期になるから私の生誕 T にもしてほしいなはい、初老でも平気かな。あ、平気だと思います。でも申し訳ないのですが、私このグッズをデザインした時、 T シャツをデザインした時に、なんかもっとメゾピアノ感を出してくださいお願いしてて、メゾピアノって皆さんご存知ですか？女の子は知ってるかなとは思うんですけど、はい、メゾピアノっていう可愛いブリブリのちっちゃい頃、女の子の、全ての女の子の憧れのブランドがあるんですけど、はい、もっとメゾピアノみたいにしてください、全然メゾピアノ感が足りないです言っちゃったので、ちょっとメゾピアノ寄りになってるんですけど、デザインは、はい、なので、まあ、着やすいか着にくいかは皆さんのご自由に、どうぞ、はい、皆様に委ねます。でもすごくスモアらしい素敵なグッズに仕上がってると思いますので、ぜひぜひゲットしてください、お願いしますはい、メゾピアノがわからない方はぜひインターネットで調べてみてくださいはい、でもその T シャツとタオルを身につけてスモアアイドルエッセンス公演来てくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。普段も着るつもりの俺、あ、最高、インナーとして着ますねありがとう嬉しい、はい、
明日の10時暇だから帰ると思います。あ、よかったです。そう、明日の10時から予約販売なので、予約販売だと絶対にゲットすることができるのでおすすめです。はい、よろしくお願いします。 T シャツの裏は多分無地な気がしますね。あの紫の日向のソロ公演も多分そうだよね。うん、問題は公園に行けるかどうか。あ、そうよね、ぜひ来てほしい。でもね、なんかまたちょっとドキドキするような状況になってしまっているので、皆さん本当に体調だけは気をつけてくださいね。お願いします。スカイブルーが良き。あ、スカイブルーじゃないかも。サックス、サックスの方の色かもしれないな。はい、お盆だよって。わかる、お盆だよね。淡い水色で好きって嬉しい。淡い水色かわいいよね。大好きです私も。現在社員試験の勉強中なの。頑張ります。頑張って、応援してるね。チンアナゴさん応援してくださってますよ。ありがとうございます。あ、パピコのマスカット食べた。食べました。あれめちゃくちゃ美味しくないですか。今一番おすすめかもですね。はい、パピコのマスカットめちゃくちゃ美味しいからぜひ食べて。カッサのあざ少しは良くなった。え、少しは良くなったと思うわ。今ちょっと本当にこれさ、初めて見る方はごめんなさいなんですけど、この間あのカッサっていう、なんだろう、なんかリンパマッサージみたいなので、カッサっていう道具を使って流してもらったんですけど、それが痛すぎてめちゃくちゃあざになったんですよ。え、どう?ほら、ちょっと良くない?え、まだ良くなったよね。え、ちょっと色良くなってない?ほら、良くなってる。よかった。少し良くなった。こりゃ痛いって。そうなの。でもなんかあざになる場合もありますって言われて、あざになってもいいですかって言われて、うんって言ったの私だから。はい、でもびっくりしました。あと1週間くらいで綺麗に治ってほしい。うん、あんまり目立たない、あんまり目立たないの。この部屋の照明のせいのせいもありそう。もうやめときな。もうやめる。前回は痛々しかっただよね。本当に汚いものをお見せした自信しかなかったの。本当にごめんね。ありがとう。はい、そうなんですよ。青かったもんね。そう、なんか紫だった。近くで見たら分かるのか。どうだろう、影かと思った。写真集の後でよかったね。確かに。すごい治ったね。あ、すごい治った感じする。うん。嬉しい。やった。痛くない。ああ、なんかもう痛くはないかも。なんかその前回夜中すごい夜遅くに配信した時に見せた時はなんかまだ触ったらちょっと痛い感じあったけど、うん、でも今は全然触っても痛くない。はい、お、前のファッション雑誌の YouTube で見かけて可愛いなって思ったので見に来ました。ありがとうございます。嬉しい。ビスの YouTube から来てくれてる。ありがとうございます。嬉しい。
ちのところにも傘があるけどやめとくねって、傘あんまおすすめしないかもです、はい。でも定期的にリンパ流さなくていいの？ああ、自分で流すようにします、今度から。はい、そうします。お友達が NGT の話してて知りました。嬉しい、ありがとう。どんな話するんだろう NGT の話って。自分がずっと最初から NGT だからちょっと想像つかないんですけど。自分で流す、うん。ひなたって呼ばれてる、はーい。首のリンパ自分でよく流すよ。あ、確かに。なんかここはリンパがすごい溜まりやすいので、朝とか耳回すだけでお顔すっきりしますよ。なんか本当に回すのもいいし、普通になんかもうここをこういう風に動かすだけでも流れます、はい、それだけで目がパッて開くからおすすめです。その後はこうやってこっちをこういう風に流して、あと鎖骨をこういう風に流してあげるとすっきりします。ぜひ皆さんもやってみてください。あとは眼精疲労の時はここ、目とか疲れてる時はもうここをひたすらぐり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 してあげるとすっきりします。はい。ひなたんのこととか話すってかわいいよって、嬉しい、ありがとう。今日は女神に行ってますね。どちらの女神でしょうか。布教されました、あ、なるほど、 NGT 布教話だったのか、かわいいって言ってましたよって、嬉しい、ありがとう。あゆの髪色がすごいことになってた。あゆのさ、ハイトーンにしてからまだ会ってないんだよね。なんか染めてる時とかは写真いっぱい送られてきたから知ってるんだけど、ひなたんって頭痛持ち、頭痛持ちなのかな、どうだろう。眼精疲労すごいからためになったわって。今日染め直してた、早っ染めるの早っ。うんうん、アットジャム用に新しいうちわ作りました、嬉しい、楽しみ、やったやった。あゆ太郎の色結構勇気、いいね。あ、低気圧でもしかしてみんな頭痛い？そうだよね、なんかさ明日から雨っぽそうな感じあるよね。眼精疲労配信や。眼精疲労配信ではありません。最近おすすめの本ありますか？最近おすすめの本、あんまり小説とか読めてないんだよな。なんだろう。相変わらず詩集は読み返したりしてますね、そう、最近は本より映画の方とかをいっぱい見てるかもしんない。太宰治の文庫買いました。太宰治の人間失格しか読んだことないかも、しっかり。ポメミケキツネで何かやってほしいなって、そう、なんか3人でずっとやりたいねって、もし機会があったらインスタライブしたいねっていう話はしてたんですけど、インスタライブいろんなところに許可取るのが必要で、しかも3人とも全員さ違うさグループだから、それぞれにルールがあって。そうなの。でも8月中にやれたらやりますね。カンドラ見てますか？カンドラはネットフリックスで、分かっていてもしか見てないです。はい、映画も最近見てるって。応援いいね。めっちゃ大変なやつねって。そうなんです。あ、最近私はエッセイ本にハマってます。いいですね、エッセイ本。エッセイ本とか自己啓発本とか好きですよ。
なんか人の考えてることなんかサクサク読めてすごいなんか冷たい人みたいな言い方してるけど、でもすごい好きです。お、甲子園見ますかって。日本文理の試合は日曜日。お、日曜日、今日水曜日だから、あ、もうちょっとだね。ズームって使ったことある？さっきもズーム使って取材でしたよ。よく使います。あと、なんだろう、特別配信の時とかリモート配信の時とかはズーム使ってます。そうなの。今流行りのヒロアカ見ましたか？ヒロアカね、見てないんだよね。そう、なんか妹がずっとヒロアカのアニメ見てて、なんかお姉ちゃんも見ないよって言われたんだけど、そう、1話、あのシーズン1の1話で止まってるの。そうなんです。分かっていても面白いです。本当に面白い。早く次の話見たすぎる。スイッチしてる？スイッチは最近してないです。ひなたネイルしてますか？今何も塗ってないです。ちょっと前まではね、そう、公園があったから塗ってたんですけど、今足の爪もね塗ってないや。サンダル履くからちょっと塗りたいんですけど、そうなの。妹ちゃんは夏休み？夏休みだな、きっと。きっと夏休みです。新潟県民、特に高校生になると別の高校だけど応援したくなる。お、高校生じゃないけど応援したくなります、甲子園はね。次のスマー公演の予定まだ今のところないですね。最近村上帰りましたか？最近村上帰ったのはいつだろう、いつ帰ったかな。でもあ、8月の頭とかアイドルエッセンス公演終わってから一回帰ったような気がします。いいな、夏休み羨ましい。いいよね。ロン君成長早すぎ。本当にそうなの。本当にすっごくすっごく成長が早いのよ。ロン君に会いたいもんね。そう、ロン君来てから頻繁に村上帰ってますね。はい。ロン君調子どう？今日もなんかお気に入りのバスケットボールのおもちゃ、アルビのグッズなんですけど、昔の、そう、それをここ顎に乗せて寝てます。ロン君も劇場呼んでほしいって。ロン君、まずさ、ラブラ2がさ、ワンちゃん入れないよ。そうなの。ロン君とズームしないの？ロン君とズームじゃなくてビデオ電話します。はい、そのうち引きずられるよ。やばい、ロン君公演っていつよ。ロン君公演か。ロン君公園、ロン君男の子だけど大丈夫。ひなたちゃんが投稿してツイッターとインスタグラムの投稿いつも見てますって。嬉しい、ありがとう。ちょっと最近インスタグラムもツイッターも投稿頻度がまたやらしてしまった、落ち気味なので頑張って投稿したいですね。はい。最近ひなたん写真不足だから更新待ってるね、ありがとう。最近ちょっと自撮りがなくて、ポロ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 。そうなのよ、ごめんね。ロン君とペロのユニットみたい。ロン君とペロのユニット、今日のロン君写真毎日送られてくるの？はい、そうなんです。送られてきます。そう、なんか散歩中の写真とか散歩中の動画とか
家族からいっぱい送られてきます。それで毎日癒されてます。そうなのロン君の写メでもいいよってやばい、私にも送って私にも送っていいの？結構な枚数だけどそうなの、今日のワンコみたい。確かに今日のロン君そうなんですよ。ナタのお顔がタイプすぎる。やったー、嬉しい、ありがとう噛み癖とかない？結構噛みます。なんかうーってなってきたら離れるそうなんですよ。そうなんだよね。なんかオーサムがカラオケに追加されたと聞いたので、それ歌って終わろうかな。どうしようかなこの前もいっぱい噛まれてたもんね、配信で。そうなの、すぐ噛むの。本間さんもよく噛みます。それは滑舌の方ねそうなの。でも自分の歌われ以外歌えるかな、ちょっと不安だけど、やってみましょうぞ。ほっ、どんな感じ、みんなどんな感じで歌ってるのローラリレリローラ、ローラリレリローラ、うー、ドゥルドゥドゥドゥ。おー、え、追加されたのはオーサムのみですよね。そうですよね。お腹空いてきたな。じゃローラリリリローラ、あらあらラーメンワンダーランドはまだやね別にラーメンワンダーランドがいいなとは言ってないんですけどいける？ローラリレリローラ、ローラリレリローラ、ローラリレリローラ。手に入れたオーバーナイトで騒げ。
難しかった難しかった一人でオーサム大丈夫だったかな難かったやっぱりライドンだねライドン舌噛まなくてよかったってわかる結構さ自分の歌わりのさ頭からにして揺れようぜ体が勝手にグルーヴしてくれスパディのところとかめっちゃむずい青春時計よりは歌いやすそうでそうかな一緒に踊りたいな一緒に踊ろう一人だと疲れちゃうね疲れちゃいます、ラップだからね確かに確かにね一人で歌う曲じゃないか確かにそんな感じはするじゃあこの曲歌おうあ、フォトログ更新したんだねって更新したよまなこさんの誕生日なのでぜひフォトログも見てください昨日あおちゃん誕生日で更新しましたそうなんかメンバーの誕生日についてはフォトログで触れていこうと思ってなんか毎年メールで必ず触れてはいたんだけどそうメールの送ろうと思ってる件数が3通なのでそう1日3通なのでなんか誕生日の時メンバーが誕生日の時はフォトログで触れていこうと思ってますはいなので見てくださいあおちゃんモバメも良かったあそうなんか昨日はねモバメもねいろいろ書いたんですよ長々とはいまあというわけでこちらの曲を久しぶりに歌いたいと思いますyou
キスしてキスしてガチャなのに、もっとイエイイエイイエイよりもウォ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 でした。いつもさ2番のさあそこ歌えないんだよね。え、ほ正解を聞いてみよう。ちょっと法定速度奪い合い誰もが手を伸ばすゴールまで全速力大レースレースレース、このまま行ったらで打ち切り初デートで逃げ切りだ、似たことない悪ホース大品種品種品種、良くない噂をされたって天井上等よ、たまたまラッキーだっただけ、悔しがってる子ここだ。
はい、わかりました。なるほど。たまたまラッキーだっただけ、悔しがってる声が心地いい、そもそも恋とは自然とおた、だそもそも恋とは自然とおた、残ったものが本物よ、ファイナリー。じゃあ最初は？ん？あ、ちょっと。負け犬たちの遠吠えでしょう。そもそも恋とはさ、ん？そもそも恋とはサバイバルか。え？じゃあ1番と2番違うの？だよね。そもそも恋とはサバイバル、そもそも恋とはサバイバル。え、じゃあ2番は？はい、違います。そもそも恋とは自然とだ。やばい、こりゃ歌いづらいわけだ。だって一番はそもそも恋とはサバイバル、脱落したらそれまでよ、ゲームオーバー。なのに2番がそもそも恋とは自然とだ、残ったものが本物よ、ファイナリー。こりゃ違うわ。そもそもそう、フレコンはフルでしたね。そもそも同じ曲なのに違うことある？1番と2番でつかみづらいね。ね、そりゃあね、なんか頻繁にフル歌ってるわけじゃないから分からなくなるわ。これから気をつけよう。そもそも恋とはサバイバル、そもそも恋とは自然とだ、残ったものが本物よ、ファイナリー。今まで間違えてたの？今まで間違えてた。多分あの生まれてから一生とかじゃなくて、多分ここ数年間違えてた。はい、でも分かったのですっきりしました。作詞癖が？あ、違うよ。あんまり2番歌わないもんね。だってフレッシュコンサート、何年前だあれ、高校3年生の時とかだったから、3年半前とかやって。ソロ公演では2番歌わないのでね。そうなんですよ。そんな前って、そう、そんな前でした。アンダーセブンティーンやからね。そうなの、アンダーセブンティーンだけど、なんか撮影レコーディング当初アンダー17歳だったんですけど、発売日にはもう18歳になってました。そうなんですよ、あのアンダーセブンティーン選抜の中で一番の年上という。懐かしいね、懐かしい。うんうん、あなた高校生でしたね。そうなんですよ。
じゃあラストの曲にいたしましょう。何がいいかな。あ、これにしよう。というわけでラストは何かがいるでした。何かがいるね。あのアイドルエッセンス公演でも結構歌わせてもらってるんですけど、ソロ公演だと一人バージョンフルバージョンなので、そのバージョンも恋しくなって歌いました。ね、何かがいるいい曲大好き。はい、あ、初見でした。ありがとうございます。もうそろそろ配信をおしまいにしようとしてました。ごめんなさい。はい、というわけで、
配信見てくださってありがとうございます。というわけで壇上に上がってくださった皆さんのお名前をお呼びしますね。13位はるくんありがとうございます。12位ピアノ53さんありがとうございます。11位サルッチアットチームサニーオンプさんありがとうございます。10位モノリスアットサニーさんありがとうございます。9位がメチレンマロンさんありがとうございます。8位がエフケンさんありがとうございます。7位がシュンさんありがとうございます。6位 NGH グランシェフさんありがとうございます。5位アルニストさんありがとうございます。4位ゆずきちさんありがとうございます。3位が黒色のデメキンアットサニーさんありがとうございます。2位がヒロさんありがとうございます。1位がラーメン大好きさんでした。ありがとう。はい、この配信を見てくださった皆さん、コメントもたくさんありがとうございました。はい、というわけでまた配信しますね。じゃあね、またね、バイバーイ、ありがとう。